プロトファスマは、古生代石炭期に生息した、肉食性昆虫。ゴキブリカマキリなどの祖先とされてきたが、バッタの先祖とゴキブリ類の先祖の中間にいる種という、説が有力。ゴキブリのような大きな羽を持った七節のような姿で、それほど、長くない触覚に、細長い胴体と、頑丈な足を持っていた。体長13.8センチメートル。 メガネラと原生のトンボほど差はないが、原生のゴキブリと比べるとやや大きい。石炭期に巨大な昆虫や節足動物が多かった原因として、シダ植物群の大繁殖により当時の大気中の酸素濃度が約35%と高かったためとする説や、これらを捕食する活発な脊椎動物の捕食者が少なかったからとする説などが唱えられている。 ベト、オー、0 0 5 7プットボール部 2.0,CO2, プロトファズマズマッシーブロンゲニルト -1879, エーリンクビトウィーンオーソプテラザ、10.1665,1082から 6467,012,0057, プットボール部 2.0,CO2, フル、プロトファズマズマッシーブロンゲニルト -1879, エーリンクビトウィーンオーソプテラザ、 イクタ太オテリッドオーダーズ。ジャーナルオブオーソプテラリサーチ12、5762、ドイ、10.1665,1082から6467,012、0057、フットボール部2.0、CO2。一瞬1082から6467、https、ビオーネ、org、ジャーナルズ、ジャーナルオブオーソプテラリサーチ。 ボリュームマイナス十二、イシューマイナス一、千八十二から六百四十六万七千十二、零零五七、プットボール部二点零、Co 二、プロトファズマズマッシーブロンゲニルとマイナス千八百七十九。A リンクビトウィーンオーソプテラ＆ザ、十点一六六五、千八十二から六百四十六万七千十二、零零五七、プットボール部二点零、Co 二、フル。 ボッシルワークス、プロトファズマズマシ。fossilworks.org2020 年2月14日閲覧。ありがとうございます。